息災であった風の中の気配から少し休んではどうでござるか心が疲れていてはせっかくの料理も味が落ちてしまうであろう <laughs> 息災であった風の中の気配から。 魚をこうもおいしく調理するとはお主の腕は相当なものでござるな息災であったののお主の料理は腹を満たすだけでなく拙者にとって心の安らぎでもある。